スーするけど、まだなんか痛いみたいなのはないかな。お、意外と私いけるかもしれない。うん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 。ノーカラーなの。皆さんこんにちは、ちえひだかです。今日の動画はこちら。はい。こちらはですね、主に、バラエティショップで購入できるような新作アイテムたちでございます。ちょっとね、最後に使ったリッププランパーの刺激があまりにも強すぎて、ちょっと口が回らないぐらいなんだけど、すごいです。その他にもこの大人気、ベアミネラルのジェンヌードハイライターのシリーズ、これね、送っていただきました。ありがとうございます。まだ紹介していなかったカラー、2色、などなど使いまして、このルック仕上げてみました。本当に口が回らない。すごいです。でもね、プランピング効果がえぐい。はい。このルック気になる方は、ぜひぜひ最後までご覧ください。どうぞ。はい、それでは始めていこうと思います。まずは下地を使っていこうと思うんですけれども、こちらですね、リリミューの新作というか新色ですね。はい、リリミュートーンアップカラープライマーからシルクブルーっていうカラーが発売されました。しかもスムースタイプって書いてる。今までのはスムースタイプとかじゃないのかな。ちょっとここを見ますと、肌の色ムラ、デコボコを補正するコントロールカラー、赤みやくすみをカバーし、色白肌に見せるブルーカラーということで、カラーコレクティングプラスデコボコ補正っていうのもついたのかな。ちょっとイエロー、今ちょっとイエロー引っ張り出してきたんだけども、イエローもスムースタイプって書いてますね。なので、うん、スムース効果があるようです。ちょっと忘れちゃっています。ちょっとじゃあ今日はね、使いたいファンデーションもあるので半眼つけていって違いを見たいと思います。まず手元に出してみるとこんな感じ。結構しっかりしたベイビーブルーって感じかな。本当にこのパッケージの色と一緒の感じ。もしかしたらこれはね、こっちまで広げない方が良いやつかもしれないね。結構発色というかトーンアップ凄め、そう多かったかな。ちょっと顔の中心から外側に向かって慣らしていきます。あ、慣らすと全然大丈夫かな。うん、あ、いいですね。あ、いいですね。うん、そこまでなんか白浮きっていう感じに気になるようなカラーでもないので、私は全顔いっちゃっても大丈夫そうなんだけど、もし小顔効果を期待したい方はこの顔の中心でとどめておくのが良いかもしれないね。おー、綺麗ね。綺麗にトーンアップしてるし、ピンクとかパープルと違ってやっぱりちょっとスコーンと抜けたようなブルーの透明感、ちょっといい意味で青白い雰囲気っていうのは出るよね。うん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 、いいと思います。特に今私髪の毛さ、めちゃくちゃ寒色寄りのピンクになっているのと、服もね、私シルバーとかイエベなんだけどブルベ色好きなんですよね。なので結構その顔のこのね、元々のトーンをイエローベースからブルーベース寄りにすることが多いんだけど、そういう意味でもこのカラー良さそうね。こっちの方がよりマッチしている感じがあるよね。あ、まだこっちでも大丈夫。うん。そしたらファンデーションいきたいと思います。ファンデーションはこちら。ちょっと今プチバズってませんか。ミルクタッチのオールデイスキンフィットミルキーグロークッションでございます。私は03番のナチュラルベージュっていうカラーを購入してみました。これ最近インスタの投稿とかでよく見かけていたんだけども、なんかこうつるっとね、白玉肌みたいな、そんな感じのお肌になるクッションファンデーションみたいです。開けてみるとこんな感じで、もうすでに使ってるんだけど、プチ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 っていっぱい穴が開いたこのね、パフが入っております。で、開けてみると
こんな感じでメッシュ式になっています。普通のねクッションファンデーションと違ってちょっと楕円形になってるのも可愛らしいよね。じゃあちょっとこのファンデーションそのものの効果を見たいので、まずは下地がついていないこちらの方につけていきます。わかる？結構カバー力あるよね。はい、まずはハンガーつけてみるとこんな感じです。こっち下地がついている方を、こっちクッションファンデで仕上げた方です。で、ツヤ感も綺麗だし、特に下地つけてないんだけれども、同じぐらいトーンアップしてるのもわかるんじゃないかなと思います。で、つけていると、このファンデーションをこうリキッドタイプの、そういう可視化するとしたら、すごくこっくりした固めのファンデーションなのかなっていうような、塗布の感覚です。ちょっとみずみずしいとは違うのかなっていうような感覚でも、悪い意味じゃなくて、こんな感じでね塗布した直後もピタッとして動かない、まさにオールデイスキンフィットっていうのがこのことだなっていうように感じるクッションファンデーションです。で、何日かつけてみてるんだけど、もしかしたら乾燥が気になる方はいるのかもしれないなっていうような、そんな感じの1日の様子でした。だからといって私の肌の上ではそんなに、なんだろう、ガビガビに乾燥したりとか、乾燥によって何かが目立つとか崩れてくるっていうことはないの。すごくねロングラスティングなファンデーションだと思うし、保湿のバランスもまあまあいいなっていうふうに思うし、崩れ方も汚くないです。ただ特にこれからの季節保湿にこだわりたいよっていう方には、もしかしたらちょっと乾燥感を感じるようなファンデーションなのかなっていうふうに思ったっていうのが正直なところですね。じゃあもうハンガーもつけていきます。最近で言うとこういうメッシュクッションファンデーションだと、この間紹介したティルティルのマスクフィットのさ、クリスタルメッシュだっけ、あれ私好きですね。この2つを比べるのであれば、私はティルティルの方がよりツヤ感があるのと、もうちょっと保湿感が増す感じがしてティルティルの方が好きだなというように思います。カバー力っていう意味ではティルティルのメッシュクッションと同じぐらいかなって思っています。結構カバー力ありますね。でツヤ感はオーラクッションぐらいかな。うん、なのでオーラクッションよりもちょっとカバー力が欲しいけど、そんなにツヤツヤしたくないっていう方には良いのかもしれないです。はい、全顔つけてみるとこんな感じですね。綺麗なベース仕上がるよね。はい、そしたらこれだけでも結構カバー力あるんだけれども、ちょっと今日は使いたいコンシーラーもあるのでこちら使っていきます。はい、アンドビーのファンシーラーが、これリニューアルっていうか新しくなったのかな、新色のライトピンクとオレンジっていうこちらのね組み合わせが発売されておりました。で、私が以前まで使ってたのがこちらのベージュとオレンジのタイプなんだけど、こうやって比べてみると新しいライトピンクとオレンジのコンビネーションの方が一回り大きいのもわかるんじゃないかなと思います。で、付属のねこのチップもシリコン式から、ブラシのタイプになってます。ブラシもねデュオエンドになっていて、スポットコンシーリング、それからちょっとハケタイプになっております。で、上下で装置してみると、まずこちらが、既存のベージュとオレンジ、そして下が、ピンクとオレンジだよね。で、こんな感じでオレンジのカラーを見ても若干もうちょっとオレンジになったのかな、こっちの方がピンク味があるような気がするよね。うん、こんな感じで、このベージュのカラー若干黄みが濃いなっていう風に思っていた私としては、今回のピンクの発売は嬉しいです。では早速こちらのオレンジのカラーで、結構このオレンジ広範囲に広げても私いいなと思ってるんですけど、こんな感じでね、私が気にしているシミが目立つところに
まずこんな感じで隠したら、気持ちいい、さっきのクッションファンデーションのパフで押さえて、そしたらこっちのピンクカラーのコンシーラーで色味を調節していきます。で、こんな感じでつけたら、さっきのパフであまりね動かさないように軽く押さえてコンシーラーをなじませていきます。はい、こんな感じ。つけてない方をつけた方、綺麗に隠れると思わない？私このピンクのカラー好きですね。見えるかな？近寄ったら見えるかな？つけてない方をつけた方ね、綺麗にカバーできてると思わない？うん。じゃあちょっと比べるために、既存のベージュとオレンジでこちら隠してみようか。同じようにちょっと気になる箇所にオレンジでまず隠したら、その上にベージュを乗せて色味を調節していきます。で、最後はクッションファンデーションのパフをね使ってあげるのが、コンシーラーのブレンドにはね一番いいかもしれないっていうぐらい、吸い取りすぎないし、ちゃんと肌の上でブレンドもしてくれるし、ちょうどいいと思います。はい、こちら側、既存のねベージュとオレンジの組み合わせで仕上げてみるとこんな感じです。ピンクとオレンジ、わかるかな違い？カメラで見るとどうかわからないんだけれども、目視で見ると個人的には今までのベージュも馴染んでいて綺麗なんだけど、ピンクの方がなんかね血色感に変わっている感じがするかな。このオレンジのコンシーラー、シミ隠しとかにめちゃくちゃいいんだけど、スキントーンによってはこのオレンジ自体のカラーを隠しにくいから、結構オレンジなんだよね。そのオレンジが私はねチークのベースになっていいなっていう風に思うんだけど、ピンクで隠してあげることによってなんかナチュラルな血色感、なんかチークの土台としても使いやすいような、そんなベースになってくれるような印象になるので、うん、これは好き好きあると思うんですけれども、私はね今回のピンクの方が好き。はい、さらっとパウダーで仕上げてまいりました。そしたらアイメイクいきたいと思います。まずはアイブロウなんだけれども、こちらのアイシャドウパレットを使っていこうと思います。はい、シピシピのムードカラーアイズ02番っていうこちらのアイシャドウパレットを使っていこうと思います。ふくれなちゃんありがたいですね、読みやすい。はい、シピシピのアイシャドウといえばめちゃくちゃ発色が良くて海外コスメみたいっていう風な印象があるんだけど、今まではクワッド4色タイプのものだけ私使ったことあったんだけど、今回6色タイプが出たようです。で、ちょうどねこのマットなカラーがアイブロウにもちょうどいいんじゃないっていうふうに思ったので、まずはアイブロウ仕上げていきます。まずはこのマットなピンク、ライトピンクだよね、ちょっと明るいかな、このカラーでアイブロウの全体のカラーをこれでベースとして仕上げていきます。あ、いいですね、お綺麗なカラー、こんな感じ。そしたらもう一段階暗めのこのカラー、このカラーで眉の真ん中あたりから眉尻の方に向かってグラデーションを作っていきます。お、いいですね、いいですね。そしたら最後このカラー、若干なんかグリッターが見えるんだけど飛んでるのかな、マットか、うん、こちらでを色をさらに引き締めていきます。
わー綺麗。やっぱシルバーのグリッターが入っている気がする。でもそんなにギラギラするわけではないので使いやすいです。はい、まず半分仕上げてみるとこんな感じ。つけてない方、つけた方、うん、安定のシピシピクオリティ。シピシピのクッションファンデーションが出たのも今年だよね、確かね。今年どうなんだろうね、ベースコス予想皆さんしてますか？シピシピのクッションファンデーションも入る気がする。え、今年だよね。もうなんかいろんなさ、コスメが怒涛の勢いで出てくるから何が何だか分かんなくなってくるよね。私もそろそろベースコスを絞らねばっていう風に思っております。はい、仕上げてみるとこんな感じ。いいですね。はい、ロム&のハンオールブローからのこちらは、ベリーオーキッド06番っていうカラーで仕上げて戻ってきました。本当にこのカラーがね、今絶妙に髪色にマッチしてますね。そしたらアイシャドウいきたいと思います。アイシャドウはちょっとシピシピのシャドウを塗る前にこちら使いたいと思います。はい、私が大好きな&Bのスティックアイシャドウから新色ですね。しかもこれは川口春奈ちゃんとのコラボレーションでできたカラーみたいで、ダスティーブラウンっていうこちらのカラー購入してみました。ちょっとね、限定っておそらくね限定だったと思うんですけれども、まだね在庫はありました。ちなみに以前に発売されて私お気に入りのこちらのね、ブロンズブラウンっていうカラーと今回のカラーを比べてみるとこんな感じです。今回のカラーがダスティーブラウンということだけありまして、ちょっとねくすみ感があるようなカラーなんだけど、でもめちゃくちゃ大差があるような感じではないかな。うん、今回のカラーの方がよりスモーキー感が出るし、以前のカラー持っている方はちょっと明るめの赤みがあるようなカラーでルック仕上げられるんじゃないかなと思います。そんな違い。これはねちょっと目の際のベースに使っていこうかなと思うんですけども、わ、綺麗なカラーだわー。おお、ちょうど私の髪色っぽい。たらパーッとなじませてベースを作ってきます。お、いいですね。ね、私このスティックアイシャドウのシリーズ大好きで、こんな感じで年齢まぶた、この柔らかいまぶたにもさーっと刺激なくクリーミーにね色を塗布することができて、指でこうやってなじませる時もファーッとね自動的にブレンドしてくれて、このブレンドした後もすごく雰囲気がいいんですよね。今回の色味も最高ですね。ちょっとつけた瞬間は濃いかなと思うんだけど、ブレンドしてあげると程よいカラーに馴染んでくれて、本当にねこのシリーズは使いやすいの。今回のこのカラーもすごい綺麗。わあ。そしたらですね、シピシピのシャドウに戻りまして、このカラーでちょっと上まぶたのカラーを深めていきます。あ、ブレンドもしやすいな、最高。そしたらちょっとこの締め色でより目尻のあたりを暗くして、わあ、根元を締めてきます。わ、ブレンドめちゃくちゃしやすいな。お、かっこいい。そしたらこのグリッター、グリッとした感覚を、アイウォールの真ん中につけて光を集めていきます。きれい、うわ、きれい、このグリッター
高そう。うわー、そしたらちょっとディテールブラシに締め色を取って目頭を締めていきます。うんうん、仕上がり最高に私の好みですね。グリッターもめちゃくちゃ綺麗。他のカラーはちょっとパープルが効いてるようなグリッターと、これはなんかもうオーラカラーっていう感じかな、シマーで多色に変更するようなカラーだね。ちょっとじゃあこれだけでも綺麗なんだけど、このパープルを最後真ん中に、うおお、より輝きを強めるために重ねます。わ、最高。はい、キラキラ綺麗だね。ちょっとキラキラを足していきたいと思います。このねラブライナーの、リキッドアイライナーからビジューグリッターエディションっていうものが発売されていました。私はねこれカラー何かな、 SS って書いてるんだけど、ちょっとねブルーっぽい透明感をまとうピュア感クリアシルバーのスノーシルバーっていう、こちら購入してみたんだよね。ちょっとこれを目の下に入れたいなと思って、もうキランキランなんだけど欲張ります。このね黒目の下あたり、ふわー、うわ、なんとも言えない綺麗。ほんのちょっとなんだけど、これ入れてあげるとさ、なんだろう、目の中に取り込まれる光の色が変わるような気がしない？なんかちょっと透明感がより出るよね。透明感欲しがり女です、本当に。はい、そしたらマスカラいきたいと思います。マスカラは大好きなメイベリンのスカイハイのシリーズから新色、めちゃくちゃ嬉しいです。これはね、06番夜明けブルージュっていう、毎回やっぱりお空がテーマになってるよね。どのカラーも私好きなんですよ、本当にこのシリーズ、このシリーズ好きで、今回の夜明けブルージュってなんかちょっとブルーというよりは紺色な感じなのかな。あ、いやでもブルーだね。しかもさ、スカイハイってさ日高だよね。それではちょっとつけていきますよ。お、あ、あのね目視でわかるぐらいのブルーだね。ただなんかスコーンと抜けるようなブルーではなくて、ちょっとやっぱりくすみ感があります。おお、はい、安定のスカイハイクオリティですね。全然まつげが下がってこない、うれてぃ。あ、綺麗。はい、まず半眼つけてみると、半目つけてみるとこんな感じです。綺麗じゃない、このピンクのバッグに映えるね、このブルーがね。かわいい、おしゃれ。はい、両方つけてみるとこんな感じです。かわいいね。なんかパッと見そんなにブルーってわかんないけど、節目がちにした時とかちょっと光に当たると確実にブルーってわかるような、そんなさりげない感じのブルーですね。すっごい綺麗、めちゃくちゃおしゃれ。そして今日のこのシピシピのアイシャドウとのこの組み合わせ、すごいかわいいと思う。そしたらマスカラね、実はもう一個あって、でもちょっとね売り切れてるところも多いような感じだったので、ちょっと紹介するか迷ったんですけれども、一応紹介するね。マジョリカマジョルカのラッシュエキスパンダーロングロングロング EX の20番限定カラーで、シャンパンゴールドでラメが華やかくっきりのシャンパンピンクっていう、こちらのカラーがね発売されておりました。私はアットコスメかなのショッピングで購入したんだけど、ちょっと使っていて、まずつけるね。はい、まずこちらつけてみるとこんな感じ、分かりにくいよね。そうなんですよね、ちょっとカラーがそこまで私の目だと映えないカラーで、こんな感じのね
もともとがピンクのカラーしてるんだけど、まつげにつけると、アイメイクによるかな。アイメイクがめちゃくちゃダークか、それかこういうピンクじゃなくてもうちょっと薄いカラーにしてあげるとちょっと映えるかなっていうようなピンクです。で、何よりもこのピンクよりも目立つのが入っているこのね、キラキラなんだよね。ゴールド、シャンパンゴールドなのかな、のグリッターが入ってるんだけど、目元にね、本当に綺麗にチラチラ感を足してくれて華やかに見えます。ただ私はこのマスカラだけだとちょっと浮くなっていう感じがするので、何かマスカラの上に重ねる、またはこうやって下まつげに塗布して光をプラスするっていう感じで使うかなというようなマスカラでございました。はい、そしたらチークいきたいと思います。チーク、なんとこちらね、ベアミネラルさんから追加で送っていただきました。ありがとうございます。おそらくね、なんかハイライターを使った動画を見てくれたのかなっていう風に推測しておりますが、大人気のジェンヌードハイライターのシリーズに、実はこのね、ピンクグローとピーチグローっていう結構さ濃いめのカラーがついた、本当にねチークとして使えそうなカラーもあります。このシリーズといえば、私オパールグローとピンクグローを紹介してると思うんだけれども、ハイライターとしてめちゃくちゃ綺麗なのね。で、この濃いめのカラーはどうなるのか、ちょっと私のチークにこんな感じでつけていってみようと思います。まずはピンクグロー。おお、あ、これはねチークとしていけるカラーですね。おお、はい、まずはピンクグローをつけてみるとこんな感じです。綺麗だよね。ただやっぱりハイライターとしての要素が強いようなテクスチャーかなと。ちょっとこの辺のね、毛穴が気になる方は、もしかしたら違うのかなっていうようなチークなんだけど、ツヤ感はね、むちゃくちゃ綺麗です。じゃあ、反対側にピーチグローをつけていきます。色を落としまして。綺麗ですね。はい、こちら側ピーチグローをつけてみるとこんな感じです。ピンクグローをピーチグロー、両方かわいいな。これ単体だけで仕上げてしまうと、さっき言ったみたいに毛穴が気になるところも出てくるから、私はやっぱりなんだろうな、チークのトッパーとして使うかな。チークのトッパーとして使うときは、ハイライターはこの辺のさ、高い位置にのせるじゃない。チークのトッパーとして使うときは、ここのあたりにファーッとベースのチークをのせたら、まとうように、その上にまとうように、さらっと入れてあげると、そこまで毛穴も気にならなかったりとかするので、いいんじゃないかなっていうふうに思います。あ、綺麗。はい、そしたら最後リップいきたいと思います。リップはこちら使っていこうと思いますよ。はい、こちらはですね、前マスカラを使ってみてめちゃくちゃ良くて感動したオールマイシングスのトゥルービューティーキスリッププランパーっていうリッププランパーですね。それの06番エブリデイっていう、こちらのカラーがついていないものを私は購入してみました。これも、インスタグラマーのロミさんが紹介していて、これめちゃくちゃ痛いけど、むちゃくちゃぷっくりするっていう風におっしゃったので、ちょっと使ってみたいっていう風に思って。どれぐらい痛いのか。使ってみます。いきます。あ、スースーする。あ、スースーする、スースーするけど、まだなんか痛いみたいなのはないかな。お、意外と私いけるかもしれない。ノーカラーなの。え、ちょっと待って、
なんか普通のプランパーだったらこの辺で止まるんだけど、痛み促進、なんだろう、陣痛みたいなんか止まらない列車に乗った感じ。お、え、何これ、どこまで痛くなるの。え、なんかね、感覚としてはもうスースーを通り越して、あのね、むちゃくちゃ辛いタイ料理を食べた後みたいな、そんな感じのリップになってる。え、あ、辛い、うん、辛い、ちょっと今落ち着くのを待ってるんだけど全然落ち着かないあ、でもリップは確実にふっくらしてきてるね。ふっくらというか、もうこれは晴れうん、なんだろう、これはカプサイシンかな。あ、そうですね、メントールも入ってるんだけど、ここにね、唐辛子果実エキスっていう風にあるので、あのカプサイシンです。本当に辛さでジンジンしている感じ。あ、なるほど。最近紹介したアイテムだと、ビセのプランパーとか、辛いっていうか痛い、ディオールのプランパーとは全然わけが違いますね。あの、それを 1としたら、これは100ぐらい。それぐらい、うん、もうなんか、痛覚が刺激されてる。もう痛みな感じだね。え、これどこまで行くの？これはもしかしたら小さい子がいる方とか、あとワンちゃん猫ちゃん飼ってる方とか、私だったら鳥が好きなんだけど、鳥はね、でも大丈夫かな。あのちょっと下手なこと言えないんだけれども、あの鳥さんは唐辛子のね、あの辛いっていうのは感じないっていう風に聞いたんだよね。なので唐辛子食べるってわかんないけど、ちょっと注意した方がいい気がする。はい、だいぶ時間が経ちまして、ちょっとぷっくらしてきたところで、リップはね、この間も紹介したこの、ジューシーのグレーズフィルムルージュの523番月光ローズ、このカラー本当に私大好きで、ちょっとここにつけてるとなんか映りそうだな、ここに。このまま塗布しちゃうとこの辛み成分がリップに映っちゃいそうなので、ちょっと手元に出してブラシでつけてきます。すごい辛い、痛い。はい、いかがでしたでしょうか。リップがちょっとプチ整形しましたみたいな、そんな感じになってない？それぐらいもう晴れの領域だよね。すごいな、すごいプランピング効果。ちょっとビセとか ディオールだとプランピング効果物足りないっていう方は使ってみて、すごいです痛さもすごいけど効果もすごいと思う。なんかすごいねはい、今日の一押しですよね。今日の一押しはね、アンドビーのファンシーラーの新色もいいんだけど、これだったらこの間紹介したティーフィットの方が個人的には好きかなっていう風に思うので、やっぱこれかな。はい、メイベリンのスカイハイの新作カラーですね。夜明けブルージュ、これ絶妙なブルーカラーだと思います。挑戦しやすいブルーじゃないかな。すごい綺麗だし、いつも毎日メイクでしているようなブラウンメイクとか、今日みたいなね、こういうちょっと赤みがあるようなメイクでもいいんだけど、比較的どんなアイメイクにも合いやすいような、そして差し色、ちょっとおしゃれ感が増すような、そんなブルーだと思うので、
このスカイハイのシリーズが好きな方はコレクションとして持っておくのもいいんじゃないかなっていうような、そんなブルーのカラーです。はい、今日も最後までご覧いただいてありがとうございます。今日の動画も何か皆さんのお買い物の口が回らない参考になったら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。